はい、フォーゲーマーです。本日はですね、ギルティギアエグザードサイン、追加の新キャラクター、レオホワイトファンが追加されるということで、そのあたりちょっと解説していただこうと思いまして、アクシスのワークさんに来ております。解説には、パチさん。はい。アクシスマス、トガトバトルディレクターのパチです。本日は、はい12月18日から、配信予定の、DLC、追加 DLC キャラクターのレオホワイトファングの紹介をさせていただきたいと思うので、はい、はい、あのね、ダダダだったり、あの、カツイトとか、いろんな性能をね、ちょっとかいつまんで、はい、ご紹介できればと思うので、前回同様、あの、シンとかね、エルフェルトの時とかも、はい、かなり、楽しみな内容となっておりますので、ちょっとお待ちください。はい。Who dares? はい、それでは、早速、レオ・ホワイトファンの紹介をお願いします。まずは、その、キャラクター設定的なところから、お話しいただければと思うんですけど、はい、まず、まあ、あのこのキャラクターセレクト画面見ていただければ分かるんですけど、やけにレオだけでかいんじゃないかっていうね、まあ、こちらのサイズ的にはあの他のキャラクターと一緒なんですけど、あの真ん中に配置した結果やたら存在感が存在感のあるなという、はい、感じのキャラクターなんですけど、まあこちらのこのレオ・ホワイトファングは、はい、イルリア連王国を治める3人のレオの1人ということで、はい、カイと同じ立場の、うん、王様ですね、はい、で聖戦時代の窮地の中であるカイとは気安い友人かつライバルの関係と、まあこちらのねレオの活躍に関してはストーリーモードの方なんか、そうですね、ストーリーでかなり、はい、かなり、大活躍するので出てくるので、うん、はい、ぜひぜひ見ていただければなと思います、はい、じゃあ早速始めてみましょうか、はい、はい、こちらもね、あの登場演出がかなり面白いので、はい、ぜひぜひ、はい、行きましょう。重い攻めには遠いけ、軽い攻めにも遠いけ。このガントレットボディがやたらいっぱいいるんですが、はい、こちらの重い系とか言ってるのは実は、はい、弊社の社員たちでして、イルリア連王国合唱団と勝手な名前を今僕が名付けてるんですが、はい、スタッフの方で、重い系と言いながら楽しんで収録しました。そうなんですね、はい、まあ、こちらね、はい、僕だったり、うちのプランナーのアキラだったりとか、いろんな人が重い系って言ってます。実は、はい、でこちらのですね、はい、まあ、まず最初に挑発とか系とか見ていこうかなと思うんですけども、ゲップ、クツーラのガン、授業中の兵、選ばせてよ、どこに名前を書かれたい。はい、このね、こちら趣味として、はい、趣味ですね、レオは前辞書っていうのを作成してまして、はい、まあ、既存の言葉に彼の知る人物や出来事を当てはめて個人的に楽しんでると。例えば、まあ、悪魔の箇所に自分の姉の名を書き込んでるなどね。なので今のとかゲップとか言い出してゲップに貝を当てはめるみたいな感じの相当ね、ちょっとひねくれてる感じなんですけど、そうですね、不愉快、それ以上に、まあ、基本的にはあの自尊心が高く負けず嫌いと。そうですね、見た感じ、誠実に向き合う、セリフとかで伝わってきますよ、はい、まあ、かなり、こんな感じでね、偉そうにしてるんですが、技自体はコミカルなものも多いので、まあ、こんなの、まあ、自尊心の高い、まあ、こんな感じの、自尊心高そうですね、はい、自尊心に溢れた技の数々をね、こんなんだったりとか、まあやっぱりこれは一番自尊心溢れてるんですよ。これはどの技なんですか。こちらのレバー前レブ、そうですね、前パンチですね、前パンチの声が出るんで、やたら自尊心が溢れてるという感じですね。なるほど、はい、でこちらステージの方もですね、最初雨が降ったんですけども、だんだんこのように雨が少なくなっていって、これはレオで追加されたステージ、はい、ステージですね、はい、ここら辺もね、注目していただければと思います、はい、水しぶきなので、こう上がったりするので、はい、ちょっと違ったりするというか、はい、はい、で早速なんですけども、このレオ そのコンセプトというか、まあ、バトルコンセプトですね、どういうふうに戦っていくかなのかというのは、はい、レオというキャラクターですね、はい、あのブリュンヒルドの構えという構えがありまして、うん、構え、まあ、こちら、お、後ろ向いてる、はい、これ構えなんです、ね、この背を向けて相手に戦う、
背を向けた時が本気だぞというなんかもうすごいキャラクターなんですけども、はいはい、こちら、まあ、レオ通常の時はですねこのようにダッシュとか、うんまあ、ダッシュの射程このね移動距離がちょっと特殊なんですね、はい、ちょっと特殊でして、まあ、これぐらい、まあ、通常のキャラと同じくこのように機動力自体は全然あるんですけども、まあ、ブレインヒルドの構え、はい、こちらの時はステップになるとでステップ中は相手をすり抜けるというのができる、はい、性能があってですね、うんはい、かなりあのこの最中はジャンプもできなくて、うん、ガードもできないんですよ、ね、ガードもできないなんですけれども、攻撃性能が高い技が多くて、はい、こちらの K とか下段の K とか中段のハイスラッシュとさらに、はい相手の攻撃を防ぐカーンシルトという技があります、はいはい、ちょっとジャンプ攻撃しまって、はいはい、こんな感じのねあのこちら相手の攻撃を受け止めて反撃する技と、うん、下段の K と中段のはい、ハイスラッシュで攻めて、大体割り込みをこう仕掛けてくるところにこのカーンシルトね。でこちらのカーンシルトなんですけれども、はい相手の攻撃何でも受け止めるので、何でも受け止める。はい、バーストも受け止めます。じゃあちょっと垂直ジャンプしてからバーストとか。あ、わかりました。こんな感じで、はい。おお。下段攻撃だろうが、うん、中段攻撃だろうが、バーストだろうが。何でも、はい、投げだけっていう。なるほど、はい、飛び道具も飛び道具は、はい、こんな感じで跳ね返すことができると。跳ね返すで飛び道具も近くで出されても、はい、こんな感じで受け止めるしで、攻撃は、はい、この辺でじゃあちょっと垂直ジャンプからこんな感じで遠距離だと弾いて近と飛び道具を反撃すると、はい、というねこの超高性能なシールドを持ってるので、はい、ガードができなかろうが、そうですね、大体割り込んでくると思ったら、このようにもう全部受け止めて、取っちゃう、はい、でさらにこの攻めていくと、はい、いうようなキャラクターですね。なるほど、まあ、戦い方的には、はい、まあこのさっき K とハイスラッシュが、はいはいはい、これだけでかなり、これだけでもかなりガードを崩してきてるので、かなりこんな感じで、どっちにスイーパーがあるか、こんな感じの動きができるので。ブルーンヒルドの構えを使いこなせば相手を攻め崩すことができるんですね、はい、気分がいい引き続き存分に萎縮しろレオ、まあ、こんな感じのねあの勝ちポーズもかなり面白いのがありまして、で、まあ、ブルーンヒルドの構えっていうのは、うん特定の動作で、まあ、この立ちハイスラッシュ押しっぱなしとか、はい、前ハイスラッシュ押しっぱなし、これ下下で解除できるんですけども、うん、とか、必殺技の Z ガシパラーダ、これです、はいはい、これとかフラッタートとかとか、あと投げ、はい、と、カルタスゲシュスーパーツバイトかな、こちらで相手の背後に行った時のみ、はい、グリーンヒルドの構えに移行できると。でこちらの時はですね、はい、その他にも通常の必殺技以外にも強力な必殺技が使えるので、まあ、構え中のみ出せる、はい、構え中のみに出せる覚醒必殺技だったり、はい、必殺技がこちらのね攻撃が結構強力で中段なんですね、はい、これしゃがみガードできないけど立ちガードだとガードクラッシュという性能があって、まあ、こちらが使えるんですよ。本当にじゃあもうブルーヒルドの構えに行けばもう攻撃系の技が盛りだくさんで、そうですね、あるんですね。もう防御を捨てた代わりに、うん、オフェンシブなものはかなり詰まってると、うん、なるほど、引き続き存分に萎縮しろ。でそれ以外にもね、まあ、このブルーヒルドの構えを使いこなそうと、もちろんなんですけど飛び道具、こちらのグラビエットバーダーとか、はい、あの対空攻撃のアイブシルム、なるほど、上昇敵技ですね。こちらを持ってるので、まあ、こんな感じで飛び道具で牽制してしながらこんな感じで使いをして、はい、詰めてこんな感じで攻めていくと、こんな感じのね、はい、これ結構ガード方法を、うん左右に揺さぶりながら、左右のしゃがみガード、立ちガードも簡単に揺さぶれますね、
そう、それで一気にあの攻め倒していくというキャラクターですね。はい、そういうのがコンセプトです。はい。で今のね、覚醒必殺の2種類もお見せして、こちらね、これですね。これはスタイルバービルといって、ものすごくスピードの速い飛び道具が出せて、はい、こちらが、構え地のみグルギルの構えの時限定の、ね、はい、なんですけど、まあ、強力と、うん、なるほど。なので、いかにしてグリーンヒルの構えに持ち込んでいくかというのがポイントになります。なるほど、わかりました。はい、じゃあ、軽く連続技かなんかを見せてもらえるということですね。まあ、じゃあ、簡単な感じの、はい、まあ、基本的なので。なるほど、なるほど。ジャンプ K ハイから K S ハイってやって、はい、この体付けスーパーがエアースとツバイとドリッドと3連攻撃が入るので、はい、まあ、割と連続技としては簡単に、そうです、ね、はい、決めれるんじゃないかなと、はい、あとは、まあ、ブルームヒルドの構えから、はい、KP、K、スタイルバービルといった感じの、あとですね、こちらのキャラクターですね、はい、1回倒したんですけども、はい、あと他に、まあ、簡単なのとかだったらダストアタックから、ダストアタックから、はい、ツーラッシュパラードとか、こんな感じで、うん、で攻めを継続と。こちらのキャラクターですね、連続技、はい、まあ、うん、決めきらなくても、まあ、例えばこの、こっからいきなりブルーシールの構えをしてるので、あえて連続技を狙わないといったスタイルもやっていけるぞと。止めてブルーヒルドから、はい、さらに崩していくと、はい、そういうのも、上達の鍵になるんじゃないかなと思います。はい、レゴホワイトファングの基本情報を、紹介していただきました。他にもいろいろとそのあるんですよね。はい、追加のね加の DLC の情報があるんで、はい、はい、じゃあまあね、ちょっとご紹介させていただきますと、まず最初に、今回紹介した、レゴホワイトファングは12月18日に、はい、800円で配信を予定しております。そしてさらに同じく12月18日追加キャラクターカラーカラーが配信されます。で今までは6番までだったんですけれども、そこからさらに7、8、9、10、11、12と、はい、6色のカラーが新たに追加されます。はい、こちらですね、各キャラ、100円で、全キャラおまとめパックだと、1200円とちょっとお得になっておりますので、ぜひぜひこちらも、ね、ダウンロードしていただければなと思います。そしてさらに12月、18日から12月24ですかね、24と25のちょっとかなの間配信される13番この時期といえば、はい、クリスマスカラー、はい、このカラーですね。ちょっとイノとか選んでみてもいいかな。イノとか出してもらって、はい、まあ、こんな感じのね、あのクリスマスモチーフの、はい、キャラクターカラーがこちらはですね、あの期間中に無料で配信しておりますので、はい、こちらをぜひぜひダウンロードください。そしてさらにもう一つ、まだあるんですね、はい、こちらちょっと後なんですけれども、はい、1月の8日から2月の3日来年ですね、はい、こちら、PS プラスパック、はい、14番こちらですね、はい、こちらね各キャラそれぞれに、プレイステーション4イメージカラーと、あー、言われてみれば本当にそうですね、いうカラーが、はい、ありまして、こちら PS プラス会員でしたら、PS3 版と4版関係なくダウンロードできます。あ、なるほど、プラス会員であればどちらでもダウンロードになってる、はい、でね、ラムレザルとか選んでみてもらってます。そしたら、はい、このような感じでですね、武器のところに蛍光の青が、はい、入ってたりと、結構ね、クールな感じのイメージのカラーがあるので、はい、まあ、こちらのね、色とかもね、多分攻略公式攻略ウィキなんかにも追加されていくとは思うので、はい、まあ、そちらでチェックしつつ、お、この色いいなと思ったらぜひぜひ、ね、お求めいただければと思います。はい、はい、